皆さんこんにちは、皮膚科医の小林智子です。今回は脇汗の治療第2弾ということでですね、最新の切らない脇汗治療ミラードライについてご紹介したいなと思います。今回はですね、こちらの渋谷スクランブル皮膚科の院長でいらっしゃる下方忠先生に実際に、ミラードライの治療について教えていただこうかなと思います。渋谷スクランブル皮膚科院長の下方忠です。私は皮膚科専門医で、この6月に渋谷スクランブル皮膚科をオープンしました。保険診療から自費のこういったミラドライの治療まで行っているクリニックになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ね、撮影のために初めて伺ったんですけれど、めちゃくちゃ綺麗でびっくりしました。なんか本当にサロンのような空間で、しかも渋谷のそのスクランブル交差点から歩いて1分もかかんないですよね。そうですね、30秒ぐらいそうですね、はい。渋谷ご存知の方ならお分かりいただけるかと思うんですけども、マクドナルドの建物です。なので本当に、ちょっとした時に、すぐ受診できるクリニックかなと思いますので、ぜひ渋谷で皮膚科をお探しという方はですね、渋谷スクランブル皮膚科までお越しいただけたらと思います。今日のですね、トピックのミラドライなんですけれども、ミラドライっていうのは結構新しい機械で、知らないという人も多いと思うんですけども、具体的にはどういった治療になるんですか？はい、ミラドライっていうのは一言で言うと、脇をメスだとかそういったもので切らずに治療ができる脇の多汗症に対する医療機器になります。今まで脇汗に対する治療っていうと、どうしても我々皮膚科医は、外科医の先生にお願いをして、脇のところを皮膚でちょっと切って、で中の汗を出す線を取り出していただくっていうような治療しかなかなか選べなかったんですね。でそれがミラドライっていう機械は、レーザーではないんですけれども、マイクロ波っていうのを皮膚の表面から照射をして、皮膚のすぐ下にある汗の線を熱で破壊するというような治療になります。なるほど。そうすると基本的には、効果は永久に続くというような治療になるんですか？そうですね、まだ永久っていうデータはないんですけれども、基本的に破壊された汗腺はもう長期的にダメージを受けますので、ボトックスとかとは違ってですね、長く長期的に効果が期待できる治療になります。なるほど、いいですね。やっぱりその脇汗の治療ってなると、一番敷居が低いのはやっぱり塗り薬かなと思うんですけれど、塗ってる時は効果があっても結局は塗らないとまた汗が出てしまうということで悩んでる方も多いんですよね。こちらはもう本当にやったら1年中というか、もう永続的に基本的には効果が続くっていうことですもんね。そうですね、塗り薬ですとどうしても長期間塗らないと効果が出てこなかったりします。新しく保険でも認められた薬ありますけれども、なかなか即効性っていうところはないんですよね。こちらのミラドライはもう受けた翌日からですね、その汗の出っていうのは変化を実感することができますので、患者さんからはびっくりされますね。やっぱり満足度も高いですか？そうですね、他の治療と違って満足度は非常に高いと思います。今までやって効果実感できなかったっていう方もほとんどいませんので、ただやっぱり自費治療なのでちょっとお値段がかかるっていうところはネックかなっていうのは個人的には思うんですけれども、でもそれを上回るメリットはあるっていうふうに先生は感じますか？そうですね、脇汗でやっぱり悩んでる方ってなかなかどこに行っていいのかもわからない、受診をしていいのか、これが病気なのか病気じゃなくて体質なのか、なかなかわからなくて相談できていないっていう方が多いんですね。で、うちに来てくださった方でこういった治療があっていう話をするとですね、初めて自分の悩みが話せたと。でそれだったら、これが解決されるんだったら全然自分としてはやってほしいっていう方が多いですね。なので相談に来ていただくとほとんどの方受けたいっておっしゃってます。いやそうですよね、脇汗って結構その軽視されがちなんですけれど、その日常生活の支障っていうレベルは、この間の総会でもアトピーよりも高いっていうようなデータがあるらしくって、やっぱりかなりそれで、その生活に支障が出てしまうっていう人も多いと思うんですよね。なのでそういった方にこのミラドライっていうのはすごくいい選択肢になるのかなっていうふうには思います。副作用だとかリスクについてはどうなんですか？そうですね、まず副作用ではないんですけれども、それなりに熱エネルギーを脇に与えますので、当てる時にどうしても麻酔がなしだと痛みがあります、なので必ず局所麻酔の注射っていうのをします、それをやると術中はもうほとんど無痛で過ごすことはできるんですけれども、このミラドライの施術が終わったその日の夜っていうのは少しジーンと腫れたりだとか弱い痛みが出ます、なので冷やしていただいたりだとか痛み止めを飲んでいただいて、それをしていただければお子様でその痛み全然我慢できるっておっしゃるので、まずその辺はちょっと塗り薬だとかと
違ってくる、ところになりますね。なるほど。その先生のご経験だと一番若くて何歳ぐらいの方からされてるんですか？うちのクリニックですと一番若い方が小学生なんですけれども、小学校3年生、8歳ですね。8歳の子が一番若いかな。8歳でもまあ耐えられた。そうですね、8歳の子は痛み止めもなしで、大丈夫でしたって言ってましたね。なんか思ったよりもすごく痛い機会かなっていうふうには思ってたので、案外大丈夫なのかなっていう気はしますね。はい、他にはありますか？そうですね、あと、まあ、我々が気をつけて手術しているのはやっぱり熱エネルギーを脇に与えるときにですね、奥深くまで与えてしまうと脇の通っているですね、神経だとか、血管だとか、そういったところに影響を与えることが、まあ、ゼロではないんですね。それは報告でもそういったのが出たっていう報告が過去だとあります。ただそういったのが出ないようにするために、脇のところにですね、十分量の麻酔液のバリアを作ってですね、そういった深い神経だとか、そういったところには影響がないように、かつ汗の線はしっかり破壊できるように、最大のパワーで施術をしても安全にできるようにっていうのは注意してますね。なるほど。あとはそのミラドラをやって、まあ、やはりそれでも少し汗が気になるというような方、まあ、いるかわからないんですけども、そういった方は他の治療と併用することもできるんですか？はい、できます。だいたいミラドライでどれくらい汗が減るのかっていうのを皆さん心配されるというか、気になるところだと思うんですよね。はい、そうです。個人差もあるんですけれども、だいたい10汗をかいていたとしたら3ぐらいになるよっていうようなお話をしています。人によってはその10が3になって、まあ、ほとんどの方はすごく楽になった、あ、やってよかったっておっしゃるんですけれども、さらに止めたいっていう方はボトックスの治療だとか、そういったのは併用することももちろんできます。なるほど、分かりました。まあ、ミラドライっていうのは割といろいろ試されて、でそれでもやっぱり汗が気になるっていう方が受ける、まあ、印象ではあるんですけども、逆に、まあ、そういったのをすっ飛ばして、まあ、こういった治療される方も結構多いんですかね？そうですね、もう初めからミラドライを受けたいですっていう方も多くいらっしゃいます。特にですね、まあ、汗の量だけではなくて汗の匂いを気にされている方ですね、はい。まあ、アメリカの FDA の方ですと汗の匂い、まあ、脇がとか液臭症って言われますけれども、そちらにも効果があるっていうことが示されています。特に若い方ですね、先ほどの小学生の方とかもそうなんですけれども、まあ、親御さんがその学校でのこととか、まあ、汗の量、匂いっていうのを心配されて、まあ、早めに皮膚科のクリニックで受けたいということで相談される事例は多いですね。わかりました。このミラドライが置いてるクリニック自体がやっぱりあまりないですよね。そうですね、まだそんなに多くはないと思います。美容のクリニックとかでも一部置いてあるんですけれども、なかなか皮膚科のクリニックっていうところでは珍しいかと思います。いや、そう思います。多汗症については保険で、まあ、その診察を受けることができるので、まあ、その診察を受けた上でこういった治療を選択されるっていうのは非常に、まあ、そういった意味でもこのクリニックは貴重な存在かなと思いますので、ぜひ脇汗でお悩みの方は受診されてみるといいんじゃないかなと思います。先生ありがとうございました。ありがとうございます。では早速ですね、モニターの方に実際にミラドライを当てていく様子をご紹介したいなと思います。じゃあ初めにまずミラドライどこに当てるかっていう照射部分をですね、しっかりとマーキングしていきたいと思います。ミラドライにはこうやってその方の、まあ、脇のサイズに合わせてどの照射範囲にするか、どれぐらいのサイズで当てるかっていうマーキング用のツールがありますので、これで測っていきます。汗の線が多くある場所ですね、そこがしっかり入るようにサイズを計測していきます。こちらの患者さんですと縦の長さが12センチですね。で横は60でしっかりと汗の線が入ってますので、これで照射をしていきたいと思います。今ですね、表面から見ると毛穴だとか汗の線がしっかりとこの範囲に入ってますので、この部位にしっかりと麻酔薬を入れて皮膚を少し嫌がらせたような感じでミラドライを当てていきたいと思います。これは局所麻酔のキシロカインというものを生理食塩水で薄めたものなんですけれども、これを脇の浅いところに注射していきます。たくさん注射をするとやっぱり痛みが何回も起こってしまうので、当院ではこう5本のですね針、まあ短くてすごく細い赤ちゃん用の針ですけれども、これを使ってですね、1回刺しただけで5箇所麻酔ができるような器具を使っています。じゃあですね、ここのあたりから注射しますので、ちょっとここだけチクッとしますように。大丈夫ですか？
はい、まあ、この注射のシリンジは結構大きいんですけれども、針自体はすごく小さいですし、本当に浅いところにしか注射をしません。もう3ミリ4ミリのところですね。なので小学生の子でもですね、3年生ぐらいでしたら大体女の子は我慢できますかね。結局ミラドライ受けれるかどうかっていうのは、この麻酔の注射が我慢できるかどうかっていうところで決まると思うので、まあ、お子さんの場合はですね、まあ、高学年だと確実に男の子でも女の子でも受けることができますね。でしっかりと浅いところにですね、あの麻酔薬を入れてやることで、ミラドライのマイクロ波が肌に届いても奥の神経だとかそういったところに障害を与えないようにですね、あのすることができます。どうですか、なんか5箇所一気に針がツンと刺さるんですけれども、あんまり5本っていう感じはないないですね、ないですかね、なんとなく1箇所チクッとしてるようなイメージかな、はい、じゃあ局所麻酔が終わりましたので、このところにですね、当てる目安のマークをですね、マーキングしていきたいと思います。ミラドライはそのサイズに合わせてですね、あのいろんなサイズの見本があって、でこれをですね、あの正確に脇に転写をして、どの部位に当てればしっかり汗をくまなくですね当てることができるのかということはしっかりともうシステム化されている、そういった機械になりますね。今回はこの 120×60 というですね、あのものをマーキングしていきたいと思います。じゃあガーゼをアルコールに浸してもらって、アルコールで転写するシートになってますので、上からアルコールを染み込ませたですねガーゼでしっかりと肌にですね直接転写をしていきます。パワーが1から5あるんですけれども、安全に麻酔を入れましたので一番強い5というので施術をしていきます。じゃあゼリーを塗ってですね、肌の滑りを良くした状態で照射をしていきますね。じゃあこれから照射をしていきますね。ここからは無痛で全く痛くない、の状況で当てていくんだけれども、もしですね麻酔が足りてないと皮膚の奥の方が少しつねられる感じがします。なので、あのなんか奥の方がぐーっとつねられる感じがした時は教えてもらえますか。はい、でその時はすぐですね冷却ボタンに変えて、ストップできますので、その後で麻酔をすぐ追加できますのでね、何かこう突然すごく痛みが来るとかそういったことは全くないので、もう安心してくださいね。じゃあ照射部位を1の1に合わせて照射をしていきます。じゃあ当てますね。痛みはないですか。はい、今マイクロ波を照射して、皮膚の汗の線にですね熱を加えてダメージを与えているところですね。で熱を与えるのと同時にその後にですね、今度は冷却の工程に入ります。今冷却の工程に入りました。あの皮膚がですね熱で火傷をしないように常に汗の線を破壊するためのマイクロ波と、その後に冷却っていうのを繰り返していきます。でそうすることで奥の汗の線だけをですね破壊するっていうことが可能になります。今度2の A のところを当てます。痛みないですか。はい、今冷却のモードに入りました。だいたい1箇所ごとにですね20秒ぐらいのクーリングをしながら当てていくっていうことになります。で、当て終わったところなんですけれど、こういったようにですね、まあ、特に色白の方だとこう内出血斑というか赤くなるんですよね。これはミラドライが吸引をかけながら、ちょっと真空状態というかですね、少し吸引をかけて肌としっかり密着するように設計されてるんですね。でそのために密着させるときにこう必ず跡がつきます。色黒の方だと全然気にならないんですけれども、色白の方だとちょっと目立ちますね。ただこれも1週間程度で自然にあの完全に綺麗になりますので安心してください。じゃあ次当てていきます。でしっかり麻酔が効いていれば痛みは全く感じませんので、施術の最中にですね緊張していた緊張感が楽になってですね、途中から寝てしまう患者さんもいらっしゃいますね。じゃあ次3当てていきます。ちょっとこう当てた瞬間にキュッというね音がすると思うんですけど、それが吸引なんですね。この吸引があるおかげで確実にこのマイクロ波をですね皮膚に密着させた状態で照射することができます。なのですごく安全設計がしっかりされている機械だなということが、まあ、他の機械と比べても、ね、安全設計というのはすごく高いなというふうに思います。いきますね。4に行きますね。
のミラドライを受けに来られる方で汗の量が気になるっていう方と汗の匂いも気になりますっていう方がいらっしゃるんですね。どちらがよく効きますかと言われるんですけれども、日本で承認を得てるのは多汗症になりますから、基本的には汗の量が多い方に受けていただく機会とはなっています。ただアメリカでは汗の量と汗の匂いと両方に効くっていうことが FDA に認められていますので、結果的には汗の匂いにもしっかりと効いてくれます。いわゆる脇が体質の方っていうのはですね、どんなに綺麗に脇をケアしていてもどうしても汗をかくと匂いっていうのが発生してしまうんですね。なので不潔だから匂ってるわけではありません。そういった方はですね、だいたい耳垢が湿っている、耳垢って乾いている方と湿っている方がいるんだけれども、耳垢が湿っている方がどうしてもアポクリン汗っていう汗が出ますので、脇も匂いがしやすいっていうことが分かってます。なので結構相談に来られる方の中には、耳垢が湿っていてアポクリン汗が出るんだけれどということで、ミラドライを希望される方もいらっしゃいます。これをあと20回ぐらい肩脇に関して繰り返していきますよ。ミラドライ、1日後の経過です。昨日施術を受けた患者様に来ていただいて、脇の状況を見せていただいてます。赤い部分は内出血のところですね。ミラドライどうしても吸引しながら施術をするので、吸引後の内出血っていうのが起こりますけれども、これ特に問題ない反応で、だいたい10日ぐらいで綺麗になります。脇の全体がですね、少し表面むくんでいますけれども、日常生活には問題のないレベルです。黒いところはマーキングの跡ですけれども、これもお風呂で石鹸で洗うことで綺麗に消えます。とても順調です。ということで今回は脇汗の最新治療ミラドライについてご紹介させていただきました。冒頭でも申し上げた通り、脇汗の治療というのはですね、実はいろいろあって、塗り薬から、こういったですね、機械を使った治療までいろいろな選択肢がありますので、ぜひ、気になるという方は渋谷スクランブル皮膚科のように保険診察を受けられるようなクリニックがおすすめです。なので脇汗でお悩みの方はぜひ一度そういったところに受診していただくことをおすすめします。ということで今回の動画は以上です。それでは。